はい、じゃあちょっとお話を変えますけど、はい、なでしこ版がね、去年の10月から始まって、はい、もうそろそろ6ヶ月ね、経とうとしてますが、はい、どうですか、こうやってよかったなとか。そうですね、まあ結果やってよかったですね、うん、そのなでしこ版やってるってことで、すごく有力な女性経営者とか、まあ、有名な女性の方たちとすごくつながった。なでしこ版 の、 あの女性社長たちももちろん素晴らしい方たちなんですけど、それ以外にも実は結構大物から連絡が来たりとかっていうのもあって、なんかすごく関わっていただいてる方たちにとってもすごく なんかいいコミュニティになってるし、なんか私としてもそのやっぱ女性の経営者の友達って言ったらあれですけど、なかなかねこう機会がないというか、何かの機会がないと出会わないし、本当に仲良くなることってないなと思うんですけど、すごくこういい居場所が一つできたっていうのは、これは個人的にはめちゃくちゃ良かった。あとはフランチャイズの加盟問い合わせとかもめちゃめちゃ増えたんで、はい、それはいいですね、わかりやすいな、わかりやすく、はい、まあ、収益としてはそのあたりはプラスになったかなという感じです、うん、いいですね、ビジネスにもちゃんと直結してるんですね。そうですね、はい、やっぱ露出が増えたんで、ちょっと気になってる、はい、気になってもいないですけど、はい、なでしこ版とか見てると、うん、やっぱりこうルックスなの。え、女って女ってルックスっていうか、うん、成功してる社長の人とかって、うんうん、ルックスいい人多いなって思うんですよ。多いですね、はい、これはやっぱ関係あるんですか。あんまり私もすごく見た目に気を使ってない女性社長に会ったことがないっていうのが結論なんですけど、別にルックスだけじゃないと思うんですけど、でもはっきり言ってルックスって一番簡単に変えれるんですよね、うんうんうん、内面の方が当然変えるのって難しいじゃないですか、うん、だから一番簡単に変えれる見た目さえ気を使わない人が社会で成功できるのかなっていう感じですかね。なるほど。顔の造形とかではなくて、うん、多分清潔感、あと何かこう綺麗に見せておいた方が、うん、得な場面って多いと思うんですよ、うん、例えば私綺麗、自分で綺麗って言ってみたいな感じなんですけど、私とかも従業員の子たちがやっぱ美容が好きで、ってことは美容に詳しそうだなとか、あ、この人美に気を使ってるなっていうのがないよりはあった方が、ある人の言うこと聞きません。まあそりゃそうね、説得力、そうそうそう、うん、あ、ごめんなさい、はい、だから別に私外見なんて一番どうでもいいところだと思ってるんですけど、うん、そんなことで人を見る人たちが世の中に多いっていうのもよく知ってるんで、だから社長になる時に私は綺麗になりたいって思いましたね。綺麗になった方が説得力が増すだろうなと思ったし、うん、なんか社長がデブとか言われたくないなって思って、でそれで痩せようとかって思ったんで、なんかそこの部分が一番簡単に変えれるからみんな綺麗なんじゃないかなって思います。もちろんそれ以外のところで勝負してる人だったら外見よりも大切なことっていうの方がもっともっといっぱいあるんで、それ以外のところを追求してるんだろうし、それがたまたまやっぱり今回は美容系の方とかが多かったから、やっぱり綺麗な方が多いのかなと思いますね。まあちょっとシンプルさんが一番だよね、はい、うん、お決まりで、はい、でこうじゃあなでしこ版は結構そのやった回はあったということで、はい、これ第2シーズンもやるんですよね、はい、やります、やるんですね、はい、なんかこうちょっと変えていく、変えます、変える、いろいろ変えます。ちょっと一番変えなきゃいけないなと思ってるのは、うん、視覚効果が足りないなっていうのがすごく見てて思ってて、うん、やっぱ本家は良かったらお金積むじゃないですか、うん、あれすごい分かりやすいと思うんですよ、見てる視聴者の方たちに、うんうん、だからやっぱ見てる視聴者の方たちが、あ、こういうアドバイスをちゃんとしたんだなとか、あ、こういうところがダメなんだなっていうことをなんかもっと分かりやすくで、よかったら体を動かすような動作を入れれる、例えばなでしこ版だったらダイヤモンド積むとか、うん、ダイヤのやつ積むとか、まあ、これ全然決まってないですよ、フラッシュアイデアですけど、みたいになんか目に見えて分かりやすく、誰が今いい状態で今ダメな状態なのかっていうのが結構分かりにくいなと思って、なんか他の〇〇版は SNS 版だったら、まあ、SNS でバズりたいっていうのがもう一個のテーマであるし、まあ、事業再生版もそうだし、リベンジ版もなんかリベンジしたいっていうのが分かるからいいけど、本家への挑戦切符だからなでしこ版はなんかそこをもっと工夫していかないと劣化版本家になっちゃうなと思って、なるほど、それが嫌だなってすっごく思ってて、いろいろ悩んでます。いっぱい反省点もあります、正直、まあ、リベンジ版も同じところを最初悩んでたんですけど、はい、悩んでましたもんね最初もうそうなのよ、なんか瞑想ジジイって言われて
で、あとは、うん、司会私やっぱりやらない。やらないの、うん、やめる、やっぱり、うん、司会じゃなくて基本ちょっと怖くて、正直賛成です。はい、はい、で、ちょっといろいろ面白い人司会に当てようかなと思ってて、はい、次の司会は、うん、マジで楽しみ。この人持ってこれたの私結構いいんじゃないかなって、キャスティング能力あるんじゃないかなって思ってます。まだ P だけど大人気のあの人です。男性です。男性、え、俺知ってる人、はい、まあ関係者です、うん、ピンポーンよくないですか。いや、いいけどめっちゃ面白くないですか。いや、あのね、めちゃくちゃいい。キリって女に厳しくいけるのあの人しかいないと思って。確かに、もう女装もするって、うるせえ話長いぞと、そうそうそう、そうっていうのがないとダメ。やっぱ抑えれる人じゃないと、あのうちらみたいな気の強い女を、うん、まあちょっとこれまだ今月収録だから、で来月発表なんで、これいろいろみんなアップデートしてるよね。しますよ、もちろん金かけてますから。楽しみ楽しみ楽しみ。いや、面白い面白い、この当てはね間違ってないと思ってるんで。で、リベンジ版は？リベンジ版はね、一体何円マネタイズできたんですか？何にも繋がってないです。いや、でも、あ、広告収入ね、広告収入、えぐかったでしょ。正直、はい、加盟金くらいは取り返した。でも逆に、でも加盟金取り返したぐらいです。やっぱ人脈とかもね、谷本さんとかって、ねうんうん、もうやっぱすごい方と人脈作れるんですよ、うん。俺、リベンジ版でできた人脈、シンゴと。西川ホンダキングホンダ青いにゃるえっていうか、リベンジ版はどうしたいんですか。この私的に、うん、そのまあ茂木社長はそのやっぱレイトラのファンクラブから来た方だし、うん、まあ本当にレイトラ好きじゃないですか、はい、で好きっていうのはもちろん分かるんですけど、やっぱ好きだけじゃね、やっぱし続けられないじゃないですか、うん、今後のこの展望ってどういう感じなんですか、このリベンジ版の、はい、えないの、はいやばい、一番のオタクだ。別にあの面白いやつをやり続けるけど、ちょっと唯一あるかなと思ってるのが、要はナッシングのポンコツ系みたいなのは再生が伸びるけど、うん、まあまあそれも限界あるじゃないですか、うん、できればゴールだったんだけど、実はあんまりビジネスがうまくいってないっていう人にもう一回、いやそれマジやるべきっていうのをやりたい。ただね、出てくるかなっていう、それマジでやるべきだと思う。だってお金出してる社長たちが帰ってきてないとこめっちゃあるじゃないですか。ほんとね、皆さん、我々だって不法じゃないんで、無限にね投げれないんだよこっちだってって話じゃないですか。だから皆さんのね血税と一緒でね、我々のね血を込めて作った売り上げから出したお金なんですよ全部あれは。なんでやっぱうまくいってもらいたいんですよやっぱり。だからその人たち出てくるべきだできたと思います。本当にうまくいってないことに対してプライド持ってんじゃねえよって、うまくいってないんだったらプライド捨てて出てこいって話じゃないですか。そうなの、何のプライドだよって感じ。できてないことが恥ずかしいとか思う必要ないでしょ、現実変わんないんだから。はっきり言って私だっていつ志願者側に行くか分かりません。一寸先は闇、これが事業だから分かんないんだから、別に今うまくいってなくてもいいじゃん。だって言っちゃえば、確かに YouTube で公開されるかもしれないけど、あれコンサルだからね、コンサルって高いですからね本来っていうね、相手の時間をいただけるっていうのはめっちゃチャンスだと思うんで、私リベンジ版でそれやるの大賛成。大賛成、うん、めちゃくちゃいいと思います。そうだよね、うん、俺は経営者として、うん、その経営してるビジネスを絶対成功させるっていう目的に対してはとことんプライドを高く持つべきだと思って、うん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 、でも成功するためだったら何でもするっていうところはプライドを全部捨ててもいいと思って、うん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 、間違いない。それマジ間違いない。できるかどうかだよね。誰も得しないからね。そうなの、そうなの、でもそうなの。そんなね、一円にもなんないんだわ。そんなプライドは。そうだそうだ。よし、じゃあこれはやろう。やった方がいい、絶対。やろう。絶対やった方がいい。なんかそこまで賛成したんだから出てね。最悪この動画でクロージング最近多いね、令和虎各界みんなこれやってくるんで。まあでもまあまあまあちょっとは出ます。一回ぐらいちょっとは出ます。はい。最近ね、最近セナさんね、ちょっともうあれなのよ、
いや出てるじゃないですか、今月も出るじゃん。まあまあ出てるじゃないですか。これ難しくて、俺らも確かに毎月セナさんに頼んでるなって思ってて、もう申し訳ないなって思ってるんだけど、替えが効かないよ、ね、いやいやいや、こうやって営業しないでくれ。皆さんこうやってね、常にこうビジネスマンっていうのは常に営業し合い子です。いや、じゃあまああれですね、なでしこ版は強力な紳士会入れつつの、はい、視聴者に分かりやすい落としどころの結末を作る、うん、はい、リベンジ版はオール志願者のリベンジ。いやそれめっちゃ面白い、うん、オールトラの子のリベンジっていうのをちょっと試してみたいな、それ絶対やるべきです思ってます、はい、これね多分話してる内容の3割ぐらいしか配信できないと思うんですダメじゃん、うん、もういやなんかあの私アダルトチーム好きなんですけど、うん、なんか意外とモテキ社長と2人でちゃんと喋ったことなかった。おー確かに、うん、だからなんか2人でちゃんと喋ったことなかったから、2人でちゃんと喋っちゃったら、うん、なんか撮影っぽくなくなっちゃったっていうね。なくなっちゃったっていう、ね、すいません。あ、そうだ、この前聞いたけど、なんか私と谷本社長が怪しいとか言ってたらしいじゃないですか、谷本社長から言われたけど、あ、言った、谷本社長に言った、怪しくねえよって。あ、そう、うん、本人に、え、そうそう、怪しいな、そう言って、それ怪しいなって言われましたって謎の連絡が来たで、何みたいな、こっちは。いや、俺はね、そういうこと裏で言わないから、本人に言う。いや、分かってます、分かってます。本当に、あの、世の中の皆さんには言いたいのは、色恋とかなくね、意外と、ちゃんと人間関係はきちんとつけるね、できるんですよ。うん、なんかやっぱ昨今ね、あの若い女とおじさんだとね、うん、なんかちょっとね、そういう風に見られがちじゃないですか。何もないですよ。びっくりするほど。くどかれない。だから、レートラコミュニティというか、令和のトラ同士はね、結構健全ですよ。めちゃくちゃ健全だよ。うん。うん、くどかれることも本当にない。実はとかないの？実はくどかれたこと？そう。実は。ない。あれこれ怪しいね。今の怪しいぞ、これ。本当ないですって。うん。ちょっとくらいないかなって。くどかれたい。そうそう、締めに向かっていただきたいんですけど締めに向かっていただきたいちょっと何の話で、はい、マジで、はい、わ、はい、かりました。じゃあね、はい、いろいろ瀬名さんと楽しいお話をしてきましたが、そんなこんなで掃除もね、もうそろそろ終わりに近づいたようなので、ちょっと、アフターを見に行こうと思います。じゃあ、まだねお掃除途中なんですが、仕上がった部屋も出てきたので、はい、順々に行ってきましょう。まず寝室から、じゃーん、ベッドメイキングされてる、綺麗、うわ、かわいい。ちゃんとベッドメイキングされてる。まあ、こんな感じで、この感じをね、ほら、こういう風にやってくれるのがいいんですよね。これが好き。で、なん、微妙に洗濯もきれいに整えたり。確かに。微妙に見栄えが良くなってる。猫の部屋も綺麗になってますね。兄ちゃんの部屋もね。綺麗になってるし。兄ちゃんいないですね。兄ちゃんどこか行きましたね。そして、洗面ですか？洗面台。お、綺麗になってます。これは綺麗になってますね。綺麗になってますね。そしてこのお風呂場もピカピカです。てかお風呂掃除って地味にだるいから嬉しいよね。はい、水回りはね、やっぱり定期的にやってないとね、いろいろこう汚れが溜まったり。そうなんです。カビ取りも綺麗になってますし、私が整えてなかったところも綺麗になって。いいね、いいね。はい。そして。おお、いいじゃないですか、ピカピカですね、ピカピカになってます。このシンクのこれ、これ大事なんだよ ね、 ね、大違いなんですよ、全く違う。え、これって何、洗濯だっけ、ここにあるの。そうなんですよ、でも最悪だ、結構これめっちゃ使いにくい、あ、そう、でも大体高い家これ、そうね、うん、これはまず私好きじゃない、食洗は？食洗は良くない？食洗はいいです、うん、だけどこれ良くない、うん、これもどっちも、うん、でパナソニックのやつあったのにここにしかないから、うん、パナソニックは売りましたよ、あの全自動のあれ、うん、ドラム式のやつ、あ、最高ですよね、あれ最高、2000円のタオルが2枚になるもん、ふわーんって。でもこれで洗うと2000円のタオルが2000円です。まあまあまあ、まんまっす。しかもうちの息子が届く位置にあるんでこれを取るんですよ。確かに途中でモード変えられるのは辛いね。そう、何なんですか、やっぱパナソニックっしょ、パナソニックですね、で間違いない、でもね、ミーレは食洗機はいい、食洗機はめっちゃいい、ほんと落ちるの、落ちる、食洗機はほんと私も好きです、うん、しかもこれフルサイズだね、そうフルサイズ、結構入るね、そうめちゃくちゃ入る、あーいいね、こんなに入る、あーいいね、いいね、いやほんとにいい、よいしょ、はい綺麗、はい綺麗、はい、はい、ですね、
先日セナさんが X でポストしてくれた、これ土を殺しなのかなっていうので、その時たまたまうちのスタッフがいたので、ある程度こう綺麗にしたんですね。でもまあ時間が来ちゃったんで落としきれなかったところを今日再度やってみました。さらに落ちたんですけど、やっぱり完璧に落としきるのはちょっと難しそうなんで、ここはですね、当社が提携しているいわゆるハウスクリーニングの、専門会社さんに相談をして、ちょっとこれを完璧に落とすところまで持っていきたいと思います。はい、でもまあ綺麗になりましたね、だいぶ。はい、ということで、セナさんのお宅、はい、お掃除法、無事3時間終わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、やっぱ気持ちいいですね。はい、はい、綺麗になった方が絶対気持ちいい。うん、まあセナさんはね、うちのお客様なんで、今後とも今後ともご日々によろしくお願いします。こちらこそ、こちらこそ、いろいろよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じでね、次々と他の、虎のお宅にも行ってですね、まあ皆さんにいろんな虎のご自宅の様子とか、ピナイのお掃除を楽しんでいただけたらなと思います。ちょっと私からも一言いいですか。はい、ぜひ、セナチャンネル、令和の女帝セナチャンネル、なでしこ版の後半配信してるのは私のチャンネルなんですけど、はい、モテキ社長のチャンネル、やっぱね、リベンジ版強すぎて、スッともう登録者スッともう差つけられちゃったので、ちょっと私もちょっとこの皆さん、見ていただいてる皆さんからちょっとでも来ていただけたら嬉しいなと思うんで、ぜひセナチャンネルの登録もよろしくお願いします。はい、というわけでじゃあ締めましょう。またね。またね。